ここにしましょう。成功しました。あなただと。ええ、私にとって空にある星たちはみんな敵なの。何か言いたいことはないの？17号。はい。勝利を手に入れられる確率を分析します。あなたの言う星が恒星の場合、客観的に見ると、相手の億年以上という寿命に比べ、あなたはあまりにも小さな存在です。星自身の巨大さと比べても、状況は変わりません。そのため、群星を敵に回す場合、あなたに勝算はありません。無論、自分自身を慰めるという視点で考えるなら、こう思っても構いません。生前の功績によって、あなたは永遠に他人の心の中で生き、星が消えた後でも忘れられない、と、それも一種の勝利、精神的な勝利です。それで私にはできないと思ってるのね。恒星の寿命と比べると、文明は取るに足りないものです。この星のあらゆる生き物の平均的知能が、たとえ今後も進化し続けるかもしれないという可能性を含めて考えても、あなたの知能指数は、頂点や象徴として、文明と同じ、寿命を手に入れられるでしょう。ですが、人類自身の曲がった根性が消えない限り、彼らが構築する文明は、
星たちが消滅する瞬間を見届けられません。それに、星たちを敵に回すよりも、終焉を乗り越えることの方が、あなたの考えるべき問題かと思います。やっぱり、私たちって、問題を考える時の着眼点がかなり違うよね。正確に言うと、普及になれるとしたら。もちろん喜ぶわ。でも、自分の功績でそれを成し遂げるんじゃなくて、不死で成し遂げたいの。メビウスが言いそうな話よね。でも、彼女の話とは違うわ。人々の心の中で生きていくよりも、自分のマンションで生きていたいもの。ああ、これは後の話よ。事実、17号?星が敵だと思ってる人はね。その星たちに宣戦布告するわけじゃないの。本当に大事なのは、むしろ、この目標を確立させるための資格よ。すみません。理解できません。それもそうよね。大丈夫。ゆっくりでいいわ。とにかく、私が星たちを敵にすると決めたとき。どうして自分にそれができるかを考える必要があるの?どうして?ええ。さすがに星たちと本気で戦うことはないけど。私には、そんな資格があると確信したとき、それは、他の妨げを、よりうまく排除できるように、力をくれるのよ。ですが、あなたには、資格がないはずです。ああ、普段、私が率直に話をするときも、こんな風に人を傷つけてたのかしら。じゃあ、そうね。助手の就職祝いの代わりに、17号?どうして私たちに星を敵にする資格があると思う?それはね、広い大空の下で。残念ながらハズレだよ。事実、それは大して難しくないんだ。君と人類にあまり違いがないのと同じようにね。例えば、今よりもあの時の君の方が空気を読めていたかもね。星たちを敵に回す必要なんてどこにある？でも、こうすることはあまりない。自身との衝突の中、我々はシーカを作り出した。他人との衝突の中、我々は言葉の表現を作り出した。互いに距離を保った方がいいと思っているんだ。つまり、最初からあなただったんですか。最初からブタなんていなかった。私が今、この目で見ているのは、一面の漁師の海を、影で覆った伝説。そこまで白状にならなくてもいいのに。君にだって二つの名前があるんだろう。僕のことをビタと呼んでも構わない。歯が唇を優しく噛むビに、舌が優しく歯に当たるタだよ。可能であれば僕だって全てが終わる時に自分がステージの前に来ていないことを願っている。破滅は僕の天職だけど、趣味ではないからね。無論、事実。僕はステージの前から離れたことはないけど、実に、残念だ。どうやら、君はより困惑しているようだ、プロメテウス。君はもう十分考えた。命の最後の時間まで、計算と布石に使うつもりなのかな?あの博士の最後は。君に何も教えられなかったようだ。いいえ、この瞬間、確かに私には何もできません。私が困惑した理由はとても単純です。どうしてあなたはこの程度まで弱くなったんですか。こんな状況でも君はそんな言葉を口にできると思ってるのかい。
客観的に事実を述べたまでです。何かを隠していなければ、あなたが今見せた力はミステルと比べても所詮白昼の間くらいでしょう。それも一時的でしかないよ。それに別に変なことでもない。君はすでにそう判断しているだろう。僕が自身の造物よりも強いとは限らないと。ああ、今の話し方は嘘だと認めよう。でも、君に説明する義務なんて僕にはないと思うよ。とにかく僕がゆっくりと自分に関することを君に教えたとしても、君は僕を阻止できない。理解不能です。今のやり方でも、私たちを一人ずつ、確実に殺す能力があなたにはあるはずです。ですが、もしあなたの目的が、ただ私たちをここに閉じ込め、世界の泡と一緒に消すことだけなら、このタイミングでなければならない理由がわかりません。いや、僕はすでにそうしているかもしれないよ。忘れないで。君は今一人だ。仲間が生きていると、どうしてそんな風に確信できるのかな？本気にしないで。ただの冗談だよ。僕の手で殺す。君は確かにその栄誉を独り占めできる。僕はそうしなければならないんだ。そうしてやっと、お仕置きの意味が明らかになるからね。私にだけ行うお仕置きですか。つまりそれは、私が今していることの性質が、他の人たちとは違って、というより、他の試みと比べて、確かに、あなたに脅威を与えているんですね。そうかもしれない。でも僕にとって、それは一番重要な理由ではないんだ。どんな知恵を持つ生き物も、多少は自己嫌悪の性質を持っている。僕の場合は、泥棒に対する嫌悪を持ってる。だからそのせいで、僕は行動を起こすときに衝動に駆られやすいんだ。おや？考えが読まれることを確認した君は、わざと考えないように自分をコントロールしているのかい？まさに人工知能だけができることだね。普通の人にとっては、まるであの有名な奇形のようだ。頭の中で星たちを想像しないでって君に言ったら、むしろそれをすぐに思い浮かべるだろう。しかしそれって、完全に諦めたってことじゃないかな。その場合、君はどうやってこれからの計画をずっと影に隠れて待っているあの博士に伝えるつもり？さあ、姿を現す時だよ。本当に僕をごまかせると思っているのかい？スレーディング博士。君自身は気づいていなかったようだね。どこにでもいるわけではないけど、責任感の強い彼女はみんなの近くを回り続けている。そうだね、性質的に言うと確かに彼女は厄介な存在だ。そもそもここに存在しないということは、ここでは死なないってことになる。彼女にできるのが取るに足りないことでなければ、とても厄介になりそうだ。取るに足らない、そうとは思わないなのです。ステージの前にやってきたことは、あなたが犯した最大の過ちかもしれないなのです。彼女たちにとっては、自分の敵の正体を知るだけでもう十分なのです。その敵が勝てない相手だとしても？確かに彼女たちはそういう敵に遭遇しましたが、あなたではないなのです。ああ、知っているよ。君たちの思い出にいるあのケビン。そうだね。ただシュレーディンガー博士、君はこれからどうするつもりなのかな。彼女たちにこの悪い知らせを届けに行くか、
それともここで友人がこの世を去るのを見守るのかな。はあ、僕個人の経験で言うと、個体の思考は通常では一つのゴールにしかたどり着けないんだ。それはね、絶望だよ。彼女の言う通りです。シュルーディンガー博士、彼女は自身のことをステージの前から離れたことがないと言いましたが、今ならその意味がわかります。中に他の制限が存在するかどうかはわかりませんが、それは単に盗み聞きや心を読むだけの権能ではありません。そのおかげで彼女は星たちと同じように勝てない存在なんです。星たち？いや、プロメテウス、違うよ。ここでこの博士はようやくあることに気づいた。最初から目の前で起きていることは再会ではない。僕はどこにでもいると、どうすれば彼女たちに表現できるのだろう。僕にとって現実がどれほど変えやすいものなのかを、どうすれば彼女たちに理解してもらえるのだろう。伝えられないように見えて、実はとても簡単だ。もしこれが防波と解説が存在する物語なら、どれほど客観的なものに見えても、所詮、僕の観察や語りでしかない。それだけだ。そして、知者の二人はこの時にようやく、今まで見落としてきたものを結びつけた。あら、もう準備ができたの？すべて完了なのです。まだ最後の一歩が残っているなのですが。私が中に入るための準備かしら。ねえ、どうして私が出発する前に17号の答えを断ったか知ってる？彼女がくれる答えはとっくに分かってたからよ。今この瞬間、私はようやく動揺を感じたの。なら、その答えと比べて本当に恐れているものは何だ？そんなの分かりやすいでしょ。だからあなたがここに現れたのはいいことかもって言ったのよ。あのものは確かに存在している。そして次の瞬間、イデアの言葉は瞬く間に理解不能な残響に変わった。それは私自身でも未だに理解できていないことです。その意志は自身が作り出したルールほど強くないかもしれませんが、かつての第八律者も侵食の律者もまさにそういう小欲大を制すような能力で人類を破滅寸前まで追い詰めていました。ですから意識の律者が味方でいてくれることを嬉しく思います。それに私たちのいる世界の泡は固有世界よりもずっと小さいですし。最も適したタイミングで彼女は話を止めた。刺激の意図は分かりやすい。彼女には分かる。楽しみにしてて。あなたの言うような意志は存在しない方がいいね。でないと私に見つけられた暁には、ふふん、面白いことになるよ。人工知能が接触してきたあらゆる人間たちの中で、相手は明らかにこういうコミュニケーションを一番楽しんでいる。今ならわかるかな？確かにそれは何度も繰り返されていて、永遠のように見える。
しかし、永遠に挑戦できると思っていたあの博士とは違い、生まれながら永遠だと思っていたあのイデアとは違い、社という名で僕は永遠を凌駕し現実になった。では現実とは何か。それは君が受け入れられなくても存在するものだ。欠陥のある民ですか。それはそれで。君の言う欠陥がどういう意味かはわからないけど、そろそろ終わりにしよう。人のまさに死なんとする、その原野よし。ではプロメテウス、人工知能である君にも最後の時には何かすごい感動が生まれるのだろうか。すみませんが、そういうものは全然ありません。私は人類ではありません。ソースコードの設定から話すと、今は私が特別扱いされる時ではありません。それにこれが終わりだとも思っていません。レイ博士の言う通りです。たとえあなたがすでに永遠になっていたとしても、敵として扱われるとは限りません。へえ。シュレーディンガー博士、あなたが自身の投射箇所を一定程度変えられるなら急いで出発してください。私の最後の布石を完成させるんです。ここで時間を無駄にする必要はありませんし、私の存在をとどめようと頑張らなくても大丈夫です。みんなにはこう伝えてください。元の計画のままで、現状に対して何かを変える必要はありません。結局のところ、君は諦めることを選んだんだ。プロメテウスさん、私を信じてください。そして、彼女たちのことも信じてあげてください。これがみんなにとって唯一の勝機です。わかったなのです。では、プロメテウスさん、あなたのしたすべて、その見届け人になることができて、私は光栄に思っているなのです。本当に猿とは、君の友人はこんなにも薄情。いや、理性的なんだね。どんなに急を要する状況でも、君のために痛み悲しむ時間を残すべきなのに。感性が生存する空間は、もともと理性が勝ち取る必要がありますから。あなたにとってこの言葉は秘密ではないと思います。ですが今の私にはそうする必要がありません。だからあなたに一つ質問してもいいですか。もちろん。でも僕の質問にも答えてもらうよ。ミステルは、彼女の最後はどんな感じでした。特別なところは何もないよ。死とはそういうものさ。かわいそうで無意味。あなたの評価は聞いているわけではありません。私が知りたいのは彼女がどう思ったかです。あなたにとってそれは秘密ではないはずです。なんて表現すればいいかな。優雅さが足りないけど、十分に高貴なものだったかな。それで十分です。ありがとうございます。知りたくはないの？彼女が求めていた答えを手に入れたかどうかを。あなたに教えてもらう筋合いはありませんから。人工知能にしては君は実に面白い。でもその意見には賛成するよ。それで今度は僕の番でいいかな。知りたいことがあれば自分で手を動かしてください。私にはあなたを止める能力がありませんから。
そんなことができるならとっくにそうしているよ。どうして私たちに星を敵にする資格があると思う？その続きを確認しておいたよ。君はもう思い出せないし、でも忘れたことによって君は自身の答えを手にする。じゃあ、そうね、助手の就職祝いの代わりに17号、どうして私たちに星を敵にする資格があると思う？それはね、広い大空の下で。それは、広い大空の下で、自分が小さな存在だと一度も思ったことがないから。確かに星たちは巨大だけど、彼らは考え方を知らず、感情もない。ゆっくり休んで、プロメテウス。その後の結果は君を失望させると思う。だから、その瞬間を見届けない方がいい。した方がいいなのです。顔色が優れないようなのですが。続けて、関係ないわ。わけも分からず私たちについてきて、ろくなことを考えてないんでしょうねってずっと思ってたわ。プロメテウスさんの布石に影響する可能性があるので、もともとあなたたちに伝えるつもりはなかったなのです。ですが、彼女が私の考えを全部読めるなら、私たちが何をしても手札を晒すようなものにしかならないなのです。もし私があなたたちに知られないように頑張っても、彼女は真逆の結末を狙ってくるはずなのです。私たちに残された時間はそう多くないなのです。その前に二人はすでにプロメテウスさんの本当の意図を理解したなのですね。私たちが律者になるってことかしら。でも今考えると、それも人の目をごまかす手段ですよね。そうかもしれないなのです。ですが、彼女が最終手段を相手がカンパできないことにかけるとは思えないなのです。カンパされても阻止できないが正しいと思いなのです。敵は何らかの方法で私たちのいる世界の泡で全知全能になっている。私たちの考えを読むことも可能なのです。ですが、その能力を操る意志は常人を超えたものではないなのです。例えば、大きなモニター室の中にいると想像してみるなのです。そこにある無数のモニターを通して世界中のあらゆるものを観察でき、無数のボタンで世界中のあらゆるデータを変更できるなのです。それでも私たちはモニターを一つ一つ確認しないといけないし、何かを変更したい時も自分でボタンを押さないといけないってことですか？そうなのです。でも、そこまで複雑にする必要はあるのかしら。あなたの話だと、私たちを皆殺しにする気があれば
彼女なら楽勝なのよね。最も絶望的な考え方をすれば、もしかしたら彼女は最後の瞬間までもがく私たちを見たいのかもしれないなのです。ですが私たちが世界の泡と共に消えること自体が彼女の最も重要な目的である可能性もあるなのです。待って、私たちって？あなたは？最悪の場合を考えたまでなのです。例えば私が保身に走るとずっと自分では移動できない月の岩のままなのです。とにかくプロメテウスさんの最終手段は最短の時間で社にとって脅威となるあらゆる手段を同時に進めることだと思うなのです。相手が阻止できないではなく、阻止が間に合わないことを目標としているなのです。そうだとしても最後に生き残れる人は一人もしくは二人かもしれないなのですが、全滅よりはマシなのです。もちろん何らかの権能で他の人たちを助けられるかもしれないなのですが、それも後の話なのです。すでに犠牲になったミステルさんとプロメテウスさんは助けられないなのです。とにかく時間は待ってくれないなのです。つまり私たちは未知に挑むだけじゃなくて、プロメテウスと同じように殺されるリスクを背負わなければならないってことね。はい。ですから本当にそうするかどうかはあなたたちが決めるなのです。それとそもそもプロメテウスさんは計画を考えておらず、彼女の信じたことは本人が学習した盲目でしかないと考えてもらっても構わないなのです。盲目？彼女は以前ある個人の話を教えてくれたなのです。その人の知恵はあらゆる同類を凌駕したなのですが、選択をしなければならない時に彼女は自身ではなく後世を信じることを選んだなのです。少し話が逸れたようなのです。とにかくこの通信が終わったらもう二人をサポートすることができないなのです。自分の意思に従ってできることをするなのです。では、シュレーディンガー博士、ビタさん、しゃ、もっと早く気づくべきだったのかな。でも現実は何年も連載してる推理小説じゃないし、もしそうなら途中で登場する人はみんな超能力者や悪者ばかりよ。私たちまだチャンスがあるよね、プロメテウスさん。こういうのは少し違うと思うけど、私たちが全てを解決したら彼女を治せるんだよね。崩壊エネルギーを集めることなら私に任せなさい。覚えてる？ミステルのやつ、私のことをイデアって言ったでしょ。崩壊エネルギー適応性ならきっと私の方が上よね。でも。でもじゃない、これが一番成功率の高い方法だってゼーレも知ってるはずよ。ごめん、ただゼーレがバカなことをするんじゃないかって心配なの。バカなこと？この私が？今回のことはすごく危険だし、ゼーレはいつも私のことを大事にしてくれてるから、だからいつか私のことを放っておいて一人で危険に立ち向かうんじゃないかなって心配してる。そんな風になってほしくないの。うぬぼれないで。それに今の私たちは表裏一体でしょ。たとえ私がそうしようとしてもできっこないわよ。本音を言えばそのビタとやらには自分から姿を見せてほしいわね。そのまま奴を奴咲きにすれば全てが解決するんでしょ。さあ出発しましょう。時間はもう残ってないかもしれないわ。おかしいわ。どうしたの？この世界の泡の崩壊エネルギーはどうしてこんなにも密集してるの？
これは。おかしいわね。すべての崩壊エネルギーが自然とこの近くに集まってるみたい。それに、まるでわざと保存されてるみたいだし。じゃあ、この石碑たちは、プロメテウスさん曰く、融合した後の世界の泡もエネルギーになってどこかに送られるって。だから、この世界が融合するまで崩壊に邪魔されないためにわざとこうしたのかな。その可能性はあり得るわ。本当にそうだとしたら、奴は本当に優しいのね。でも、罠か偶然かはやってみればわかるわ。よりも強いわね。それって、鉄を曲げる人がいるとして、もう一人の力がその鉄を元に戻せるとは限らないってこと？ええ、コントロールはできないわ。どうやらここは協力し合うしかなさそうね。協力、一緒に黒煙白火を使った時と同じかな。全部の力を使って崩壊エネルギーをコントロールするつもりなの？ええ、成功するとは限らないけど、今よりは可能性が高いわ。ゼーレ、無理してないよね。そこまでじゃないわ。なんといっても、あの時より経験があるし。それに、この石碑たちも黒煙白火のように侵食性があるわけじゃないわ。安心して。わかった。できるだけゼーレに合わせるように、私も石碑を壊してみるから。ええ、あとは任せたわね、ゼーレ。来たわ。わ、やっぱりゼーレの方がすごいね。そんなことないわよ。ポジションを交換したら、ゼーレにだってできるわ。最初に暴走したあの石碑が欠けてるけど、何か問題はないの？いいえ、残りのものだけでも計画に必要な量を超えてるわ。あとは最後の一歩ね。戻ってもいい？ゼーレ、どうしたの？別に驚くようなことじゃないでしょ。違うの。話すと少し馬鹿らしいかもしれないけど、さっきまで体のコントロールを手放せなかったんだ。なんとなく、ゼーレなら機会があれば自分で危険と立ち向かうかもって思ったから。そんな必要はあるかしら。心配しないで。少なくとも今回はゼーレと一緒に未来に向き合うわ。ありがとう、ゼーレ。でもゼーレにとっては、もし何か事故があった時、一人が生き残るよりも、二人で死ぬ方が良かったの？え？言わないといけないのかな？うん。どうして？生きていくことは大事じゃないの？もちろん大事だよ。私たちだけじゃない。
ブロニお姉ちゃんにとってもみんなにとっても大事なことなの。でも、もしそれが私たち二人だけの話なら、どっちが先に離れても残された側の気持ちを私たちは想像できるから、これが遠い昔のことならそこまで自信がなかったと思う。自分はそんなに大事じゃないかもって。私が消えてゼーレが一人になっても、ゼーレなら乗り越えられるって思ったかもしれない。何バカなことを言ってるの。これが遠い昔のことなら、うん、今はそんな風に考えてないよ。もう自分のことを否定したりしない。だってゼーレは私自身よりも私をずっと好きでいてくれてるよね。私が自分を否定したり傷つけたりしたら、それはゼーレを否定して傷つけることになるから、そんなこと私は絶対にしない。だからゼーレも同じようにしよう。ゼーレがいなくなったら私が感じる苦しみは、きっと死に対する恐怖を超えると思う。ゼーレ。さあ、もうそういう暗い話はやめましょう。今は二人で死ぬんじゃなくて、二人で生きていくのよ。うん。すべてを解決して、みんなを助けよう。かつての私たちが、そうしてきたように。え？ゼーレは、やっぱり昔と変わらない。人を傷つけたくないタイプなのね。ん？どうして急にそんな話を。私は、人を傷つけるのが大好きなの。ゼーレだって知ってるはずよ。どういうこと？私、体が言うことを聞かない。待って、ゼーレ。いや、嫌だ！やっぱり我慢できなくなったのね。何？こうして話しかけてくる度胸しかないわけ？姿くらい見せたらどう？僕を困らせないで。こうした方が楽なんだ。僕の時間も限られていると君たちもそう話していただろう。今の君が完全な高等の賢者を超えていて、この世界での特殊性が僕の次でなければ、こんな交流すら必要がなかったかもしれない。それで、あの話の答えは一体何だったかな。君は今経験したばかりだ。僕に教えられるだろう。そうね。くっつけられた人たちの中には、相手を重んじる人もいれば、自分を重んじる人もいる。そして自分を重んじる側は当然、別れた方が合理的だって考えるわ。つまり、君は利己的な方だと思っているんだ。君が今したことは、そうとは見えないけど。目が悪いだけじゃないかしら。私はそういう利己的な人間よ。それはこれからも変わらないわ。だけど、そんなの別に何の妨げにもならない。私はあなたを見つけて、倒して、その嫌な口をズタズタにするわ。じゃあ、健闘を祈っている。本気だよ。でも彼女は気づいていない。そうだね。あの崩壊エネルギーをコントロールするときに、君はいつもこっそりと一部をキープしていた。こういうときによりうまく体を奪うために。だったら何？あの程度の崩壊エネルギーをコントロールできないとでも思ってるの？まさか。しかし、君は僕が想像していたよりもずっと賢い。これは君にとって不可能なことだったはずなのに、砂鉄の国と自身の特性を利用して
君は体の元の主人を追い出し、彼女を異種精魂に似た存在にしたんだね。全部知ってるならこれ以上くどくど話す必要がどこにあるっていうの？まさか時間を延ばすことであなたに利益でもあるわけ？首を洗って待ってなさい。あなたを見つけてちゃんとお話を済ませたら、もちろん彼女を連れていくわ。そして君が失敗したとしても、異種精魂はその戦いの影響を受けない。悪くない。君は賢いとは言えないが利己的だ。ああ、僕は気に入っているけど気に食わない性格だよ。いいだろう。あそこで君を待っている。破滅の、あるいは神聖の地。しかしその前に、優しい僕から賢くない君に一つ忠告をしておこう。君が今向き合っているのは一人の敵ではなく博打なんだ。そして僕は本当はとてもみんなとウィンウィンになれると願っているよ。私はこのために来たんだもの。今は圧倒されてる場合じゃないわ。そうだったの？わかったわ。ありがとう、シュレーディンガー博士。これからはどうするつもりなのです？どうするつもりかって言うまでもないわ。プロメテウスが最後までその責務を諦めなかった以上、みんなに指定された得意点の器として途中で諦めるわけにはいかないでしょ。引き続き崩壊エネルギーをこっちに集めて博士。私は元の計画通りこの世界の神聖律者になるわ。分かったなのです。ゼーレさんたちも自分のやり方で頑張ってくれているなのです。結果的に少なくとも敵にとってはトラブルになるはずなのです。キラさんの言う通り崩壊エネルギーをあなたの方に集めるなのです。ですがプロメテウスさんの協力がなければ3倍から5倍の努力をしてやっと以前の3割から5割の効果がある程度なのです。それが何を意味してるのか分かってるなのです。ええ、たとえ全力を尽くして目標の1割にしか到達できなかったとしても私は迷いなくやり通す。何しろそれがあるアイドルの卒業公演になるかもしれないから、だったら全力でやるに決まってるでしょ。華麗な登場を見せましょう。全知の力を持つ熱狂的なファンをびっくりさせなきゃね。博士、何か言ってくれないの？ええ、6年前より今のあなたの姿はだいぶ可愛らしくなったなのです。ありがとう。でも次はニグラスの前で言わないでね。正直に言うと砂糖の鍵の力をここまで解き放ったのはこれが初めてよ。話によると前回砂糖の鍵を超限解放した時はしばらく経った後に壊れたのよね。はぁ、今回また壊したら
きっと金平糖長老にきつく言われるわ。でもそんなにひどいことにはならないはずよね。何しろ前回の修理の時に砂糖の鍵はいくつかに解体されたから、これはそのうちの一つなの。そう考えると権限権と結構似ているなのです。でもそれはそうなのです。支配の権能には一定の次元性があるなのですから。それについてはあまり詳しくないわ。とにかく今から私は外の鍵の力を利用して虚数特異点の発生を早めてみる。できるだけプロメテウスの協力がない状況でも目標を果たせるようにね。あとは私に任せて。博士はゼーレたちを手伝ってあげてちょうだい。どうしたの博士、何か問題でも？キラさん、何をしているのか本当に理解しているなのです。もちろんよ。わかったなのです。では幸運を祈っているなのです。私たちの聖護者。ええ。そうね、その通り。私は運命に恵まれた天才たちと比べられない。これ以上無理しても自分で墓穴を掘るだけよ。そんな制限も弱点も心の中でちょっと考えただけで全部あなたに読まれる。そうでしょビータ。ええ、私が一番よく分かってるわ。才能も資質も、私はトップにいるような人間じゃない。アイドルとして思い切り歌えない、ヴァルキリーとして仲間を助けられない、シュガーズ一族としてもあなたを止められない。少し前に私はスーサナのことを慰めようとしてたけど、あの時彼女に話した言葉は結局私自身へのものだったのよ。才能、経歴、様々な理由によって自分たちの憧れた姿になることはできないけど、その憧れの姿に限りなく近づくことならできるわ。しかも彼女たちにもできないようなことを成し遂げられるかもしれない。それこそがいわゆる夢の真実なのかもしれないわね。前を見つめ努力し続けたら、誰もが想像できない形で夢を実現できるのかもしれない。こんな純粋な考え、私だって信じたいに決まってるでしょ。でも現実がそんな風に変えやすいなら、こんなことになっていなかったでしょうね。仲間が一人ずつ去って、敵が一歩ずつ迫ってくる。
まるであの戦いに戻ったみたいよ。あの時私は最後まで戦えなかった。自身の意志ではなかったけど、結果的に私は第二次崩壊の脱走兵になった。でも最後まで戦ったとしても私に何ができるの？全力を尽くしてもう一度自分の限界に挑んで結果が変わったりすると思う？きっと何も変わらないでしょう。私は何もできない。結局セシリア様は犠牲になる。きっとそうよ。だから脱走兵になってからビアンカが物語の結末を教えてくれるまで私は心の奥でセシリア様の死を受け入れていたんだと思う。セシリア様と共に死んでいったのは二度と戻れない私の青春。私のことを嘘つきだって言っても構わない。顔がどれほど鮮やかでもいくら明るく見せてもそんなの所詮心の仮面でしかない。結局のところ私は自分自身が怖い。あの不器用な彼女がいつか心の奥に隠された迷いとやましい気持ちに気づくのが怖いの。彼女がとっくに気づいてるとしても自分も他人も騙せば何の問題にもならないわ。それが私がアイドルであることにこだわる理由でもあるかもね。でもまだ大丈夫。今回の相手が全知の能力を持つあなたでよかったわ。この世界のあらゆる偽装があなたに見破られてるって考えるとむしろ気が楽になるのよ。見ての通り私はこんな風に臆病者で脱走兵で半人前の偽物アイドルよ。実力がないのに大物ぶって自業自得になったとしても私は止めたくない。最後まで頼もしい先輩を演じていたいの。私は嘘つきだし、それも普通よね。別に時期になったわけじゃないわ。私が破滅への道に向かうことになっても崩壊エネルギーが集まってくる限り律者は誕生する。もちろんそんな時に何が生まれてくるかは私のコントロールの範疇を超えてる。でもあなたがコントロールできる範疇でもない。そうよね。だからパフォーマンスに間に合わなかったらその時は後悔しないようにね。確かにそうなのです。あなたの話に同意するのはひねくれているなのですが、どの視点から見てもシグレキラさんが放った強がりの言葉は敵を怯えさせる価値がないなのです。シュレーディンガー博士、君は自発的に僕に話しかけているのかな？もちろんなのです。ですが、やっぱりあなたが全知だとしても瞬時に理解することはできないなのですね。シグレキラさんの計画は頼りないものなのです。最終の器として彼女の崩壊エネルギー適応性は高くないなのです。それはつまり虚数特異点が誕生する前に彼女が必死になって集めた崩壊エネルギーが先に暴走するという意味なのです。例を挙げると中に入った料理が出来上がる前に圧力鍋が蓋を失うようなものなのです。外からの助けがない状況で彼女がゾンビになってから律者になることを目指しても
現実はそんなチャンスを彼女に与えてくれないなのです。君は僕よりもはっきりとものを言うんだね。だから私は彼女の計画に加わると決めたなのです。疑問に思っていなかったなのですか。なぜ月の岩に憑依した私が高等の賢者のように世界を自由に行き来することができるのかと。君はただ憑依対象を頻繁に変えていただけだ。命を懸けている彼女たちとは違って、君が背負うリスクは世界に拒絶される可能性があるだけだよ。では私は一体どうやってシグレキラさんに協力して崩壊エネルギーを集めたと思うなのです。それは月の岩の基本的な性質、焼け石に水みたいなものだ。ですが私が本当にそれほど弱い存在なら、どうしてあなたはこんな風に私と会話し続けたなのです。だから言ったなのです。あなたが全知だとしても瞬時に理解することはできないなのです。世界は複雑で混沌に満ちているなのです。バタフライ効果を回避するためにあなたは一定の時間ごとにみんなの考えを検索し、自身に対する脅威を一つずつ判断する必要があるなのです。そしてそれこそ私があなたのために考えた罠なのです。元より今の私に演算できるのは、所詮似て非なる実効性があるように見えるプランでしかないなのです。全部が実現できるわけではないし、どれも見た目ほど完全で頼もしいものでもないなのです。ですがそんな理由で私に対する探知を諦めることができるなのですか。どのプランでも観測、演算、検証が必要なのです。干渉系を持っているあなたの方が情報を処理する効率が私より高くても、多少なりとも巻き添えを食らうことになるなのです。私の仲間たちにとってはそれで十分なのです。そして私にとってもこれは彼女たちと同じように自身を燃やして命を懸けることでしかないなのです。実を言うと喜ぶべきことだと思っているなのです。今回の相手が全知の能力を持つあなたでよかったと。今のビタさんにとって私は確かに無視できない存在なのですね。結局のところ科学で奇跡を起こすなら方法は一つしかないなのです。確率が低いなら奇数を増やせばいいなのです。一回の実験で希望が見えないなら数千、数百万回の実験を重ねればいいなのです。今彼女だけの奇跡があなたが気を配れない隅でこっそり誕生したりしていないか見てみようなのです。そう、あなたがずっと警戒していたゼーレさんのことではなく、今あなたの監視下にいるシグレキラさんのことなのです。
パフォーマンスを始めましょう。ありえない。シグレキラの計画は無鉄砲な行動でしかないはずだ。崩壊エネルギーの収集に成功したとしても、彼女はゾンビ化する運命から逃れられない。そしてゾンビから律者に覚醒するなど、そもそもおとぎ話のようなことだ。シュレーディンガーの行動もかゆいところには手が届かず、あらゆる知恵を尽くしても彼女にできるのは所詮人の精神を乱すくらいだ。対応すれば解決できる。彼女は律者を作り出せない。僕の判断に間違いがあるはずがない。だがなぜそうだとしても、彼女たちはここまで歩いてこられるのだろう。崩壊エネルギー収集完了。虚数得意点構築開始。来なさい。さあパフォーマンスを始めましょう。やっぱり来たわね、ビータ。あなたも私のライブに参加したいの？情熱的なお客さんが多いわね。でもパフォーマンスが終わるまではステージに上がっちゃダメよ。私がいることを忘れないでくださいなのです。ありがとう博士。ほんの少しの干渉手段ですが、少なくともこの対決をより公平なものにすることができるなのです。耐えるなのです、キラさん。虚数得意点はもうすぐ安定するなのです。安心して。アイドルはパフォーマンスを途中でやめたりしないわ。仕方ない。ここまでにしよう。あと少しだったのに。皮肉だが、少し前の僕は君たちの計画には何の可能性もないと思っていた。なのに今の僕は余計な問題を回避するために攻撃せざるを得なくなっている。君は実によく頑張ったよ、偽りのアイドル。君の唯一の不幸は、全知の能力を持つ僕が人よりも一歩早かったことだけだ。君が律者、ゾンビ、いやそれ以外の何かになっても、虚数得意点の原型は僕に潰される。できたわ。
こそ、私たちがあなたのために用意した本当のステージへ。やっと捕まえた。冗談でしょ？どうして私が二人もいるの？し、考えるな、質問するな、頭の回転を止めて。それ今時の若者は本当に落ち着きがないな。少し待って。これでよし。私が作った意識の禁状鉄壁があれば、あいつは何も探知できないはずだよ。四季の律者、やっぱりあなただったのね。偉大なる四季の律者様が現状を変えるためにやってきたんだ。嬉しい？驚いた？つまり、あなたは死んでないのね。は？あそこに残した痕跡だけで、それほどの情報を推測できるとは。プロメテウスは確かに頭が回るね。そう、あなたたちの推測は大体正しいよ。あいつにはめられて、権能が制限を受けてる。それだけじゃなくて、携帯も自由にコントロールできなくなったんだ。それで、あなたは社の正体を見たの？奴はどうしてそんなことができるわけ？さあ、最初から最後まで社は姿を現さなかった。そもそも奴の仕業じゃないかもって疑ってしまうほどにね。じゃあ、あなたはどうして？偽物のくせに、律者の権能を全部奪うとか、張り子の虎だとでも思ってるの？雇い主を変えるつもりはないし、奴の言いなりになるつもりもない。だから隙を見つけて、奴の牽制から逃げたんだ。ふん、こっちは本物の終焉の相手をしてきたんだ。奴が怖いわけないでしょ？相手がこの世界の泡の神様だとしても、私が引きずり下ろしてやる。ええ。でも、いくら私が強くても、さすがにこの地の顔役には勝てない。ここは社に支配されてる世界の泡だし、この私が尻尾を切って逃げる羽目になったのも、奴の実力ってことだよ。二度と奴に支配されないために、世界の泡での存在感を最小にするしかなかったんだ。こんな風に意識の奥であなたたちとおしゃべりするしかないくらいにね。仇を討つことに関してはやっぱりあなたたちに任せるよ。ふん、今の計画はなかなか悪くない。ごめんね。意識の壁を突破するためにあなたの意識に何かをする必要があったから、うっかり記憶を読んでしまった。平気よ。時間がないし、むしろ説明する手間が省けたわ。とにかく社に対抗するために、私は社の体系を使って、この世界の律者にならなければならない。少なくとも、そう考える必要があると、私は思うわ。必要？思う？は！最高！実に素晴らしい！方法があれば何でも試すその勢いに、私まで騙されるところだったよ。そんな面白いことに、私が加わらないわけがないでしょ？奴がこの私をはめたんだ。仕返しするに決まってる。それで、私たちはどうやって奴をはめるの？はぁ？はめるとか、人聞きが悪いな。これは待ち伏せだよ。はいはい。じゃあ、どうやって待ち伏せすればいいの？それは、うん。これでいいと思う。なんでもない。計画が順調に進むように、これからは、
あなたがプロメテウスの計画を続けて、安心して。この式の律者がついているんだ。あなたはきっと、律者になれるよ。え？でもそれって、敵を欺く戦法じゃないの？あなたも私も言わなければ知る人はいないでしょ？あ、そうよね。私たち自身も答えを知らないんだもの。これから何が起こるか、社に分かるわけがないわよね。さて、これはただの白昼夢だ。私には合っていないと思って、そして楽しみにするといい。何しろ、意識の操作に関して、私はプロ中のプロなんだから。おや。おめでとう。確かに僕は騙されたよ。ここは君の意識空間なのかな。いい景色だね。しぐれキラの意識の奥に隠れ、僕が警戒を緩めた瞬間に姿を見せて攻撃する。まさにあうんの呼吸だね。褒めてあげるよ。それはキラの迫真の演技のおかげ。何しろ最も真実味のある嘘は、まず自分を騙さなければならないからね。律者になることが彼女の一番強い願望にならなければ、私の存在を完全に隠していざって時にあなたに反撃を仕掛けることなんてできないし、でもあなたが違和感を覚えたとしても気づくことはなかっただろうね。キラはそもそもこのことを考えてはいなかった。直感よりも心を読んだ結果の方が信じられる。そうでしょ？否定はできない。どうやら上級権限を持っているとしても調子に乗ってはいけない。僕には謙虚さが足りないようだ。しかし僕をここに閉じ込めたとしても君たちに何ができる？融合は続いている。意識空間以外の世界は何も変わらない。自分の心の世界に隠れてても何も変えられないよ。世界は変わらない？それはどうかな。あなたという災いの元凶を閉じ込めれば、他の人たちがプロメテウスの計画を実行するチャンスはいくらでもある。なるほど。時間稼ぎの他に何ができるのか君自身にも分かっていないんだ。は？本物の律者をそんなに舐めるなんて気は確かなの？来なさい。正々堂々と勝負しよう。意識を操る者同士、どっちの方が上か見てみようじゃない。他人の意識を糧にしているのによくも正々堂々となんて言えるね。君たちの世界は実に不思議だよ。本音を話そう。任務がなければ僕は君たちと平和な時間をもっと楽しみたかった。残念ながら生きている限り思い通りにならないこともある。その点で考えると僕を以前のビタとは全然違う人間だと思った方が君たちにとっては楽だろうね。ちょっと、そんなにすごいなら自分で戦ったらどう？ここは君の意識空間だし、僕が自分で戦ってもそうでなくても別に関係はないだろう。臆病者。最強の剣。おや、苦戦しているね。しかし残念。現実で考えると、君は一体何秒稼いだんだろうね。そんな戦術、少し馬鹿げていないかな。うるさい。首を洗って待ってなさい。よし。自分の手で怪物を殺した？何？逃げるつもり？ああ、さすがは伝説の手記の律者だ。君の攻撃があまりにも激しくて対抗できない僕は
投降するしかないだろう。はあ？私をバカだと思ってるの？その態度、対抗できないようには見えないんだけど。ああ、この冗談はあまり面白くないようだ。はあ、君の言う通り、すでに社に束縛されている君は、そもそも僕の相手にはならない。もちろん僕も知っているよ。一撃の威力よりも、君は忍耐力という面で常人をはるかに超えている。今の君は勝てなくても別に関係ないんだろう。このまま時間を稼ぎ続ければ、外にいる人たちが何かをしてくれるはずだと考えているのかもしれない。座ってお茶を飲む気があれば喜んで付き合ってあげるけど。はあ、前回別れてから僕はずっと公平に対応してきた。とはいえ、できることなら君の願いを叶えてもう少しチャンスを残してあげたいとも思っている。でも残念ながらもう間に合わないよ。何？あなた！これは、ゼーレは、やっぱり私をここに残していったのかな。何があっても、彼女は自分で向き合うつもりで。私、少し無理を言いすぎたのかも。でも、私がゼーレの立場なら、きっと、同じことをしてるかもしれないね。ゼーレ？まだそこにいるの？なんだか変。声は遠くから聞こえる。でも、外は。これって。
だよね。自由って面で私たちが受けてきた扱いは全然公平じゃなかった。だから言ったの。私があなたの立場ならきっと私も。これはどうして。私たち失敗したの。それとも間に合わなかったのかな。大丈夫だよ、泣かないで。ずっと一緒にいるから。実はずっと知ってるよ。ただ触れてほしくないんじゃないかと思ってたの。心配しないで、まだチャンスがあるから。成長したあなたはやっぱり子供みたいな人なの。私がいなかったらきっと寂しいから。だから何があっても彼女はきっと私たちを見つけてくれるはずだよ。大丈夫。出発しましょう。あの女にどんな目的があったとしても代価を支払わせなくちゃ。結局のところ私たちこそがこの世界の泡の主宰。高等の賢者がいるわ、ゼーレ。もし願い事が叶うのならあなたに祈らせて。どうか私が手にした権能によって全てを解決できますように。虚数特異点を作って律者になって、そして偽物の終焉を乗り越え楽勝よ。
そろそろ時間だね。すまない。僕はこうしなければならないんだ。残念だよ。この賭けの中で、僕には自分が欲しい結果が見えていない。僕たちは、どちらも運に恵まれていない。社の手を借りなければ、誰も、神聖を手に入れられない。登れ、世界最初の太陽。かつて誰かが生き残った時に感じた気楽さをこう表現した。地獄は血まみれになるが、彼はその場にいなくてもいいのだ。今までの経験から僕はその意見に同意できない。僕にとってそれは気楽さを表現するものではなく、強い苦痛を表現するものだと思っている。どうして私は。元に戻ってる。誰かが成功したの。正確に言うと、それは成功でも回復でもなく、終わりと神聖だよ。あなた、いい。実にいいわ。やっと私の前に現れる気になったの。怖いなぁ。僕はただガランとした世界の中、一人で目覚めた時の感覚を知っているから、君を慰めようと思ったのに。いいでしょう。私もあなたのことを慰めてあげるわ。便利だと思わない？もうやめた方がいいと思うよ。僕と比べると君の時間はずっと貴重なんだろう。一体どういうことなの？ん？言ったはずだよ。終わりと神聖、融合はもう終わったんだ。ふざけないで。世界はもう分かったようだね。その通りさ。セントソルトスノーと砂鉄の国、そして霊落の星も原子炉と違って、最初から一時性のエネルギーではないんだ。だって栽培は殺してしまう行為よりもずっと持続性があるからね。そうだろう？あなた。待って。じゃあ、どうして私はまだここにいるの？ああ、伝えそびれたね。イデア、あるいは異種成婚は特殊仕様の例外として、融合の中でも生き残れるんだ。ただし条件がある。その人物はここの世界の完全な高等の賢者で、特殊な権能を全て持っていなければならない。またデタラメを。あ、待って、それってゼーレは。だから言っただろう、君の時間は貴重だって。でも外部から来た存在である彼女の消失は他のものよりも遅いだろうね。はいはい、僕に怒っても意味はないよ。僕は公平に動いただけだし、君も急がなければならない。そこで待ってなさい。ゼル、いや、私は死んでも構わないから、あなたに生きて欲しかった。でも、
スーレって誰？存在だけじゃなく記憶までも消えるの？精神面の能力かしら？ありえない。そうはさせないわ。ねえ、どこにいるの？悪ふざけはやめて。四季のリッシュ、医師博士、キラー、ゼーレ、早く答えなさい。どこにいるの？ゼーレ、もういないよ。この世界にはもうあなた以外のゼーレはいない。何を言ってるの？でも寂しいと思う必要はないよ。お話を教えてあげるね。どいて！ふざけないで。信じるわけないでしょ。彼女たちはきっとどこかにいるはずよ。あれは四季のリッツさん。本当にもう一度やり合った方がいいかもしれないわね。もしかしたら私たちはすごく気が合うのかもしれないよ。どう？今のうちに友達にならない？ねえ、早く助けて。どこに行ったの？しけ、話を聞いた方がいいと思うよ。昔々、人魚の国にお姫様がいました。どこかへ行って。これは私が死ぬたびにあなたの姿を見るのですか？あまりにも新鮮味がないじゃないですか。どうやらあなたはかなり遠い場所に行ったようです。答えを見つけましたか、シャニアテ？ありがとう。でもそんな風にされると余計申し訳なく感じるわ。ここに来たことに成功したとはいえ、神と対抗する経験は少し不足してるのよね。大丈夫です。私はそういう経験をたまたま持っています。持ってください。私にプレゼントしようとした名前ってまさか？ええ、崩壊の意思よ。お断りします。それに今の私にはできません。状況は想像していたよりもずっと厄介になったようです。私にできるのは律者の性質が社に影響されず、どの権能を獲得するかという選択権を人類自身というより彼女たちの適応性に戻すことだけです。大丈夫、それで十分よ。何を言ってるの？あなたたち、誰なの？待って！今の人たち、一体、セント、それとスノー。そうよ、
彼女たちがここにいないならきっとセントソルトスノーにいるに決まってるわ。昔、人魚の国にお姫様がいました。ある日、人魚姫が海面から顔を覗かせると、海に出た王子様と出会いました。二人はすぐに恋に落ちます。王子様と一緒にいられるよう、人魚姫は魔女に助けを求め、両足をもらいます。そのおかげで、彼女は陸で暮らせるようになりました。しかし、魔女の魔法は呪いでもありました。彼女は二度と人魚には戻れません。戻ると、朝露のように次の日の出で消えていなくなるのです。そう、こんな風に。いや。しかしある日、不幸な出来事が起きました。航海が大好きな王子様は、海で恐ろしい嵐に遭遇し、そこにいて、黙って!セール。見つけてくれるはずだよ。え、何を言ってるの？大丈夫。待って。海に落ちた王子様を助けるために人魚姫は海に戻ることを選び、再び人魚になりました。王子様は助かりましたが、人魚姫は陸に戻れませんでした。波が静まった後、人魚姫は泡となって海風の中に消えました。そして誰も彼女のことを思い出せなくなっていました。このお話を気に入ってくれた？彼女を見つけ出す。でも、あなたが探そうとしている人は誰なの？本当はずっと知ってるのに、認めようとしていないだけ。もう一人だって、認めようとしていないだけだよ。いえ、思い出さなければならないの。セーレ。いや、一人にしないで。もう泣かないで。私が助けてあげるから。
私が代わりに仕返しすればいいんでしょ。違うの、セイレたちがずっと一緒ならそれでいいの。しょうがないわね。泣き虫で私よりも強くなった子、忘れられるわけないじゃない、ゼリの権能を持っているとは、確かにサプライズと言える。しかし、少女たち、僕の手を借りなければ、誰も、神聖を手に入れられない。